どうも、たかひろです。今回は粉カツオの簡単な作り方を紹介したいと思います。粉カツオといえばね、私大阪人なんで、お好み焼きとかね、たこ焼き、まあ、焼きそばなんかもそうなんですけど、カツオ節かけるんですけど、わざわざ粉カツオ買ってこなくてもね、この花カツオを使って簡単に粉カツオを作ることができますんで、それをね紹介したいと思います。もう簡単なんでね、まずこれ花カツオね、これまあ 5g ぐらいです。これを電子レンジで、まあ、700W で30秒ぐらいレンジにかけます。これ以上ね長くなると逆にねカツオ節が焦げてしまったりするので、700W で30秒ぐらいが、限度だと思います。では早速ねちょっとやってみたいと思います。はい、ちょっと今レンジでチンしました。ちょっとまだ器熱いんですけどね、これちょっと、すぐにやらないでね30秒ほどこのままね、ちょっと冷まして余分な水分を、最後に飛ばします。はい、30秒経ちましたね。まだちょっとぬくいですけどね、あとはもうこれをね手でねこういう風に砕いていくだけです。レンジで加熱することでね、カツオの余分な水分が飛んでパリパリになるんですね。そしたらそれをねあと手でこうやって揉みながらね細かくしていくだけです。レンジに入れるときはラップはしないでくださいね。そのままレンジの中に入れてください。こうしばらく揉んでいるとこうねほらこんな風に粉々になってきましたよね。はい、こんな感じですね。もう花カツオでね、もう簡単にできるんで。あと、まあ、レンジ以外のやり方としてはね、フライパンとか鍋で、何も油とか引かずにね、そのまま弱火で空入りしてね、箸とか木べらで混ぜながらすると、同じようにね、カツオの水分が飛んで、この手でね、揉んで粉々にすることができるんで、どちらでも同じようにできます。これでね、粉カツをわざわざ買わなくても簡単に花カツを使って作ることができますので、家でね粉カツをわざわざ買ってる方はこの方法を試してみてください。以上が粉カツの簡単な作り方でした。